回の選挙なんですが、勝ったのは公明党と一言で言えば、あの公明党が勝った、公明党の単独の候補も勝ちましたし、いわゆる少数定数区、数は1人とか2人とか当選しか当選しないところで、都民ファーストさん勝ってますが、ここに全部推薦が公明党なんですね。で、素人のズブの政治経験がない、選挙本部も持たない、母体を持たない議員が、なぜ候補者がなぜ議員になれたかといえば、いわゆる公明党のどぶ板部分があった、うん、で東京に関しては他の地域と明らかに違うのは、地元のどぶ板が効かない選挙区なんですね、うん、ほとんどが不動票で、うん、風で動きやすい、うん、でいわゆるタレント候補に有利、うん、ですから都知事もタレント候補が歴代出ているような、うん、地域である、まあ、大阪も似てるんですけれども、大都市圏というのは地元 の, そのコネクションというのが非常に弱くなっている、うん、それと東京の選挙区の特徴というのは、あの自民党が政権交代で降りた時に、都政が、石原都政であったということで、政権交代時も自民党の都連はある意味与党だったんですね、うん、与党であり続けたがゆえに、いわゆる政権交代による、リセッションが党内で起きてなかったと。ですからいわゆる都連というものがある意味古臭い体質を背負っていたことも確かで、これに対して官邸なり自民党内でもかなり批判が高まっていたというのも事実ですから、ある意味自民党の中も分裂選挙になってました今回で、それが逆に言うと、あの、まあ、都民ファーストを勝たす結果になったわけですが、うん、中身を見ると都民ファーストの中身というのは、まあ、相変わらずのみんなの党、かつてのみんなの党の、うん、残党復活部隊であったりとか、民進党の泥船から逃げた人、うん、それとあとズブの素人、うん、それなりのお金を持っているズブの素人という人たちが当選したと。でこれが本来政治として正しいのかというと、私は正しくないと思います、うん、まあ、いわゆる統一の会とも言われてますけれども、高い金利を払わされることになるんじゃないかと思っております。全ての選挙において、これ地方選挙で、地方選挙である以上に、各政党の政策が誰も語らないし、政策の違いを問うものが本来選挙である、選挙の本質から確実に外れてるんですよね。で今回の選挙、あともう一つあったのは、あのこれ指摘しておきたいんですが、あの秋葉原で最終日に安倍総理が演説をした時に、一部の団体が、やめろと、安倍出ていけみたいな形で大騒ぎしたと、これ明らかにあの選挙の自由妨害罪に該当する、過去の判例で言えば一発逮捕案件なんですよね。逮捕されていいんだよ、あれね。で、まあ、ただし ああいう会場ですので、籠池さんが来て大声で騒いでいたっていうのに関しては警察が拘束したようですけれども、ああいう会場ですので暴動を起こされると逆に言うと陣営に対してより一層の迷惑がかかるということで、警察はその場で逮捕しなかったんだと思うんですが、そのような違法な政治活動、これ右も左も関係ないんですね、保守もリベラルもなく、どこの政党もどこの陣営も自らの主張を選挙区民に伝える、有権者に伝えて選んでもらう権利がある、でこれを阻害するような行為が是認されて行われているという、この選挙の現状に関しては完全な民主主義の敵ですから、これ右左関係ないですから、全くこれに関しては徹底的に今後やっていく必要があると思う。これこそが議論すべき民主主義を守るための最大のものだと思いますね。これ例えばね、蓮舫さんが今回恥ずかしげもなく表出てきていろんなところでやってたけど、そこにね、じゃ あの国籍問題どうなんだというようなやじをやったとしたら、おそらく朝日なんかもう徹底的に批判するはずなの。だから今渡辺さんが言うように、これ右とか左とか縦とか横とか関係なく、選挙のやっぱり自由妨害だから、そこはやっぱり毅然とすべきでしょうね、警察も。あそこで、まあ、あれ千代田区ってすごくね大事なところで、だから安倍さんが最後に応援演説に行ったんですけど、まあ、中村彩候補が敗戦の弁で非常に厳しいこと言ってるんですよね、なんて言ってるかというと、自民党は人を罵倒したり、お金の問題、恋愛問題、国民の信頼を失っていて恥ずかしい、情けないと、ものすごい今まで散々世話になったのにそこまで言うのっていうぐらい言ってるわけですよ。で特にこの中でも僕が思ったのがね、人を罵倒したりっていうところなんですよね、これってまさにその渡辺さんがおっしゃったあの最終日の秋葉原 の、その、安倍さんに対する帰れコールをやった人たちに安倍さんが壇上で乗せられてとんでもないこと言っちゃったわけですよ。あそこでなんて言ったかっていうと、あんな人たちに負けるわけにはいかないって言っちゃったんですよ、これはね、僕は特大級の失言だったと思いますよ。失言じゃないでしょ、だって。いや、選挙においては自由妨害で、それを選ぶのは有権者であるけれども。それは、ね、正しいんですよ。そうじゃなくて、あれを見た、あれテレビで見たね、人たちがどう思うかということを計算して、やっぱり政治家って言わなきゃいけない。ただこれ、テレビに問題があって、放送法において違法行為を肯定的に扱ってはいけないという本来ルールがあるんです。
でこれ放送法において放送番組基準において明らかな自由妨害であるものは自由妨害が行われたといって罵倒した側を批判しなくちゃいけないんです。これ法律上の問題として。それからあれは一般国民でもなんでもないからね、一般国民がそんな土曜日にあんなでっかいものを作ってわざわざ来るわけないわけだから、あれはもう完全なプロ市民ですね。数字があるんですけれどもね、あれはねその、まあ、いくら原則論言ったところでですね、あのまま放送されるもんなんですよ。でやはり政治家っていうのはそこまで放送しちゃいけないんですよ。それを批判するのがもちろんあくまでも視聴者であり株主の責任なんです。現実問題として放送されるわけですよ。されたんですよね。だからこれからさせてはいけないわけですよ。それを狙ってコールしてるんですから、はい、それに乗るっていうのはやっぱり政治家として僕はすごく甘かったと思う。あそこで何かを言うべきだと思ってするんだからね。それはちょっと最後で言わせてもらえば、できるやつなんですよ。メディアとそういう人たちの、うん、それを気づかないとね。つまり今アメリカで起こっていることと同じなんですよ。トランプに対してあの選挙で当選した人を認めないっつって騒いでるわけでしょ、未だに。それと安倍さんに対してああいうその因縁つけてね、騒いで、しかしそれをメディアが取って流すっていうことはね、もう連動してるっていうか同じあのパターンなんですね。でそれはね、あの前田さんのおっしゃることはあの正論的だけれども、実はもうメディアと彼らが組んでるんですよ。だそこが問題でね、しかもそれが我々に分からないわけですよね。だからね、もうメディアの中立なんてありえない話でね、今や。それはもう中立であるなんていうその幻想をね、我々がもうこの森友以降だな、特に理解しなきゃいけない、まあ、メディアとおっしゃるんですけど、当日の NHK の7時のニュースではその安倍の帰れコールっていうのは 100% 見事にカットしてたんですよ。僕見てましたけれども、うん、一切音声すらも入れてなかったんですね、うん、そういう意味では放送はしてないんです。メディアはあの負けた後にはガンガン放送しましたけれども、ね、うん、で何で広まったかというとインターネットなわけです。これは止めようがないわけです。もちろん彼書きましたが、大きく広がったのはやっぱりインターネット。いやインターネットなんてもうそこにいたわけじゃないから、結局メディアの情報を拡散してる。流してましたよ。そこにいた人が撮影したものを、いやでもそれを批判するのもインターネットで流れているので、うん、大多数のテレビを見ている人たちでそこだけが切り取られているものを見ている人たちが影響を受けたことは間違いないです。民放はやってたでしょ。民放はやってましたけれども、うん、やはりインターネットでも大きく拡散されたということ。インターネットにその場にいた人間なんてのはもともと向こう側の人間だよ。だからね、いや、まあ、これはまあ別の話になっちゃうからあれだけど、あのインターネットがね、うん、今昔はマスメディア批判ひどいなとこれそのやってたけども、実はもう そっちの勢力っていうかな、あのさっき今おっしゃってた結託してるっていうね、あの人たちはインターネットも実は効果があるってことだよね。もうそっちにも進出し始めて徹底的にやってるっていうね。ちょっとそれ認めちゃったらね、金とか組織力がある人間が選挙を片っ端から潰せるのよ。あのちょっとね、話がずれてるのでちょっと話を、僕はね、あのそういうことを流してる人とかメディアとかを擁護してるわけじゃないんですよ、うん、そんなものはいいわけがない、うん、もちろん罰なんですよ、うん、ただ政治家であるならばそのような悪意ある報道が起こることは当然考えた上で抜け目なく答えるべきなんですよ。じゃああの時にどうしてもあの人たちに何か言いたいんだったら何を言えばいいかですよ。それは、まあ、私だったらですよ、あそこに私を批判する人たちがいると、確かにあれは私たちに対して中傷してるけれども、それでも私はあの人たちの批判する意見を全力で守りますと言うべきなんですよ。なぜか今安倍さんの非支持率不支持率はもう 40% 以上あるんですよ。テレビの向こう側には 40% の人が安倍さんに何らかの形で批判的精神を持ってる人を見てるわけですよ、東京都民も。であれですよ、実際に言ったようにあんな人たちに負けるわけにはいかないって言われたら、その40数パーセントはあんな人たちって俺のことかと思っちゃうわけですよ。実際はその場にいるおかしな過激派みたいな連中のことを安倍さん言ってるのに、その発言を聞いた人は俺のことあんな風に言ってやがると思って、そんな人が自民党に当日投票しますかって話なんですよ。だからあの発言は大変な失言だったってことを言いたい、うん、いかがでしょうか。それは過不足なく、これは特殊な人たちだということをメディアが伝えればよかったし、それからあの確かにこのテレビや河合英二郎が言ったように発言の自由を認めるっていうのはこういった場合のあれであって、そんな不規則にね、最初からぶっ飛ばすやつを対象にして発言の自由なんかあるわけがない。でもね、それは報道されるんだから、あとね、そこはうまく言っとかなきゃいけないし、社長が最初言ったように人で選ぶのが結構日本人は多いから、先ほど中村さんの言葉言ったけど、私は彼女そんな言葉入って恥ずかしい
かしくないかと思うのね。僕も思います。だってね、それだったら自民党で出なきゃいいじゃない。そうですよね。三国で出ればいいじゃない。だってそんなことね。でしょ、うん。だからね、私ちょっとその方が私は唖然として、うん、安倍総理よりも彼女が堂々と自分で戦えばいいじゃない。ですよね。で私はね、そっちを批判してほしかった。もしあれだったら選挙に出たいだけの人たちが、うん、議員になりたいだけの人たちが、うん、あのイデオロギー、あのいわゆる自己主張も持たずに選挙に出て、それで風で勝つということそのものに大きな問題があって、これが民主主義が未成熟であるということだと思うんです。それが今に始まったことじゃない、今に始まったことじゃないけれども、だけどこれを諦めさせたい人たちがたくさんいるので、諦めてはいけないということだろうし、逆に言うと放送の問題は放送の問題として、放送法に違反する、実際今年フジテレビの株主総会大変なことになっちゃったわけですよ。で、日枝さん辞めざるを得なくなって、日枝さんの傀儡と言われる人を次の人に立てましたけれども、それでもですね、株主総会大荒れで、これが正しいあの民主主義というか、いわゆる資本主義の姿なんですね。で、そういう形でやはり放送法に違反する行為というのは株主の価値を毀損する、放送免許が取り上げられる可能性があるわけですから、そのぐらい厳しくですね、ある意味その放送に関しても見ていかなくちゃいけない、視聴者がきちっと意見を言い、放送自体も正常化していかなくてはいけないという側面はあるんだと思うんですね。どうと一言で言えば、あの公明党が勝った、公明党の単独の候補も勝ちましたし、いわゆる少数定数区、数は1人とか2人とか当選しか当選しないところで、都民ファーストさん勝ってますが、ここに全部推薦が公明党なんですね。で、素人のズブの政治経験がない、選挙本部も持たない、母体を持たない議員が、なぜ候補者がなぜ議員になれたかといえば、いわゆる公明党のどぶ板部分があった、うん、で東京に関しては他の地域と明らかに違うのは、地元のどぶ板が効かない選挙区なんですね、うん、ほとんどが不動票で、うん、風で動きやすい、うん、でいわゆるタレント候補に有利、うん、ですから都知事もタレント候補が歴代出ているような、うん、地域である、まあ、大阪も似てるんですけれども、大都市圏というのは地元 の, そのコネクションというのが非常に弱くなっている、うん、それと東京の選挙区の特徴というのは、あの自民党が政権交代で降りた時に、都政が、石原都政であったということで、政権交代時も自民党の都連はある意味与党だったんですね、うん、与党であり続けたがゆえに、いわゆる政権交代による、リセッションが党内で起きてなかったと。ですから、いわゆる都連というものがある意味古臭い体質を背負っていたことも確かで、これに対して官邸なり自民党内でもかなり批判が高まっていたというのも事実ですから、ある意味自民党の中も分裂選挙になってました今回。でそれが逆に言うと、あの、まあ、都民ファーストを片付け結果になったわけですが、うん、中身を見ると都民ファーストの中身というのは、まあ、相変わらずのみんなの党、かつてのみんなの党の、うん、残党復活部隊であったりとか、民進党の泥舟から逃げた人、うん、それとあとズブの素人、うん、それなりのお金を持っているズブの素人という人たちが当選したと。でこれが本来政治として正しいのかというと、私は正しくないと思います、うん、まあ、いわゆる統一の会とも言われてますけれども、高い金利を払わされることになるんじゃないかと思っております。全ての選挙において、これ地方選挙で、はい、地方選挙である以上に、うん、各政党の政策が誰も語らないし、政策の違いを問うものが本来選挙である、選挙の本質から確実に外れてるんですよね、うん、で今回の選挙、あともう一つあったのは、あのこれ指摘しておきたいんですが、うん、あの秋葉原で最終日に安倍総理が演説をした時に、うん、一部の団体が、うん、やめろと、安倍出ていけみたいな形で大騒ぎしたと、うん、これ明らかにあの選挙の自由妨害罪に該当する、うん、過去の判例で言えば、うん、一発逮捕案件なんですよね。逮捕されていいんだよね。で、まあ、ただし ああいう会場ですので、籠池さんが来て大声で騒いでいたっていうのに関しては警察が拘束したようですけれども、ああいう会場ですので暴動を起こされると逆に言うと陣営に対してより一層の迷惑がかかるということで、警察はその場で逮捕しなかったんだと思うんですが、そのような違法な政治活動、これ右も左も関係ないんですね、保守もリベラルもなく、どこの政党もどこの陣営も自らの主張を選挙区民に伝える、有権者に伝えて、選んだりとか当選しか当選しないところで、都民ファーストさん勝ってますが、ここに全部推薦が公明党なんですね。で素人のズブの政治経験がない、選挙本部も持たない、母体を持たない議員が、なぜ候補者がなぜ議員になれたかといえば、いわゆる公明党のどぶ板部分があった、うん、で東京に関しては他の地域と明らかに違うのは、うん、地元のどぶ板が効かない
選挙区なんですね、うん、ほとんどが不動票で、うん、風で動きやすい、うん、でいわゆるタレント候補に有利、うん、ですから都知事もタレント候補が歴代出ているような、うん、地域である、まあ、大阪も似てるんですけれども大都市圏というのは地元 の, そのコネクションというのが非常に弱くなっている、うんうん、それと東京の選挙区の特徴というのはあの自民党が政権交代で降りた時に、都政が、石原都政であったということで、政権交代時も自民党の都連はある意味与党だったんですね、うん、与党であり続けたがゆえにいわゆる政権交代による、リセッションが党内で起きてなかったと。ですからいわゆる都連というものがある意味古臭い体質を背負っていたことも確かで、これに対して官邸なり自民党内でもかなり批判が高まっていたというのも事実ですから、ある意味自民党の中も分裂選挙になってました今回。でそれが逆に言うとあの、まあ、都民ファーストを片付けかなったわけですが、うん、中身を見ると都民ファーストの中身というのは、まあ、相変わらずのみんなの党、かつてのみんなの党の、うん、残党復活部隊であったりとか民進党の泥船から逃げた人、うん、それとあとズブの素人、うん、それなりのお金を持っているズブの素人という人たちが当選したと。でこれが本来政治として正しいのかというと私は正しくないと思います、うん、まあ、いわゆる統一の会とも言われてますけれども高い金利を払わされることになるんじゃないかと思っております。全ての選挙においてこれ地方選挙で、はい、地方選挙である以上に、うん、各政党の政策が誰も語らないし、うん、政策の違いを問うものが本来選挙である、うん、選挙の本質から確実に外れてるんですよね、うん、で今回の選挙あともう一つあったのはあのこれ指摘しておきたいんですが、うん、あの秋葉原で最終日に安倍総理が演説をした時に、うん、一部の団体が、うん、やめろと安倍出ていけみたいな形で大騒ぎしたと、うん、これ明らかにあの選挙の重妨害罪に該当する、うん、過去の判例で言えば、うん、一発逮捕案件なんですよね。逮捕されていいんだよあれね。で、まあ、ただしあのああいう会場ですので籠池さんが来て大声で騒いでいたっていうのに関しては警察が拘束したようですけれども、あのああいう会場ですので暴動を起こされると逆に言うと陣営に対してより一層の迷惑がかかるということで警察はその場で逮捕しなかったんだと思うんですが、そのような違法な政治活動、これ右も左も関係ないんですね、保守もリベラルもなくどこの政党もどこの陣営も自らの主張を選挙区民に伝える、有権者に伝えて選んでもらう権利がある。でこれを阻害するような行為があの是認されて行われているというこの選挙の現状に関しては完全な民主主義の敵ですよ、うん、これはね僕は特大級の失言だったと思いますよ。失言じゃないでしょ、だっていや選挙においては重妨害で、うん、それを選ぶのは有権者であるけれども、それは、ね、正しいんですよ。そうじゃなくて、うん、あれを見た、あれテレビで見たね人たちがどう思うかということを計算してやっぱり政治家って言わなきゃいけない。ただこれテレビに問題があって放送法において違法行為を肯定的に扱ってはいけないという本来ルールがあるんです。でこれ放送法において放送番組基準において明らかな自由妨害であるものは自由妨害が行われたといって罵倒した側を批判しなくちゃいけないんです。これ法律上の問題として、それからあれは一般国民でもなんでもないからね、一般国民がそんな土曜日にあんなでっかいものを作ってわざわざ来るわけないわけだから、あれはもう完全なプロ市民ですね。数字があるんですけれどもね、うん、あれはねその、まあ、いくら原則論言ったところでですね、あのまま放送されるもんなんですよ。でやはり政治家っていうのはそこまで放送しちゃいけないんですよ。それを批判するのがもちろんあくまでも視聴者であり株主の責任なんです。現実問題として放送されるわけですよ。されたんですよね。だからこれからさせてはいけないわけですよ。それを狙ってコールしてるんですから、はい、それに乗るっていうのはやっぱり政治家として僕はすごく甘かったと思う。あそこで何かを言うべきだと思ってするんだからね。それはちょっと最後で言わせてもらえば、できるやつなんですよ、メディアとそういう人たちの、うんうん、それを気づかないとね、つまり今アメリカで起こっていることと同じなんですよ。トランプに対してあの選挙で当選した人を認めないっつって騒いでるわけでしょ、未だに。それと安倍さんに対してああいうその因縁つけてね騒いで、しかしそれをメディアが取って流すっていうことはね、もう連動してるっていうか同じあのパターンなんですね。でそれはね、あの前田さんのおっしゃることはあの正論的だけれども、実はもうメディアと彼らが組んでるんですよ。だそこが問題でね、しかもそれが我々に分からないわけですよね。だからねもうメディアの中立なんてありえない話でね、今やそれはもう中立であるなんていうその幻想をね、我々がもうこの森友以降だな、特に理解しなきゃいけない、まあまあ、メディアっておっしゃるんですけど、当日の NHK の7時のニュースではその安倍の帰れコールっていうのは 100% 見事にカットしてたんですよ。僕見てましたけれども、うん、一切音声すらも入れてなかったんですね、うん、そういう意味では放送はしてないんです、メディアは。
負けた後にはガンガン放送しましたけれどもね、はい、で何で広まったかというとインターネットのわけです。これは止めようがない、止めようがないテレビが書きましたが、大きく広がったのはやっぱりインターネット。いやインターネットなんてもそこにいたわけじゃないから、結局メディアの情報を拡散してる。流してましたよ、そこにいた人が撮影したものを。いやでもそれを批判するのもインターネットで流れているので、大多数のテレビを見ている人たちでそこだけが切り取られているものを見ている人たちが影響を受けたことは間違いないわけです。民放やってたでしょ。民放やってましたけれども、やはりインターネットでも大きく拡散されたということ。インターネットその場にいた人間なんてのはもともと向こう側の人間だから、ね、いやまあこれはまあ別の話になっちゃうからあれだけど。